はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。圭一様、僕平昌様、光様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただき誠にありがとうございます。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。南足柄市政治活動してまいりました。畠山貴弘さんとですね、電車で行ったんで声かけなくてごめんね、たっくん。この前はたっくんの車に乗せて行ってもらったんですけども、ちょっと調べたら東京駅から小田原まで新幹線で30分なんですね。で、南足柄そこから10分ぐらいなんで、今回は電車で、行かせてもらいましたが、もした、お金は3500円ぐらいですかな、片道な。早い早い。小田原でですね、通過する新幹線が、多数あってですね、ガーッつってホーム駆け抜けてるんですけど、白人の家族がですね、子供がキャッキャ言っておりました。動画は後ほど上げさせていただきます。コラボのことを凱旋してまいりました。なんか連中ね、連中の弁護団が誹謗中傷やデマをいいねしただけでも訴えてやるーと鼻息荒く息まえて、いるようですけど、鼻がもげる勢いでね、不特定多数が知ることになる凱旋はどうすんのかなーと、かかってこいやーボンバイエーという感じですね。昨日動画上げた直後ぐらいにコラボ監査結果発表になっておりました。1月5日になるとかいうデマも見たんですけど、デマだった。タイミング悪いなーと。共同、時事、朝日なども渋々報道開始。サンスポで先んじて報道していた産経も、本誌で、詳しく、割と詳しく報道しておりました。共同や時事なんかはちょっとだけ、5行ぐらいしか、やってなかったとこ、結構産経は丁寧。ネットの話です。時事と産経の記事が同じ監査と気がつかない。なんか時事と共同はあれだって、請求者ひまそらさんの主張が却下されたんだけ、大々的に報じてたみたいで出ます。ヤフーニュースのトップになってるし、コラボ側は厳しい戦いだな。ツイッターでもめっちゃ叩かれてて笑う。ついに時事に乗った大手メディアももう無視できないのか。テレビのニュース、ワイドショーが報じるかどうかだね。ところが どっこい東京新聞、経費精算が一部不当、一部東京都に再調査指示、請求の大半は退けると、まるでダメだったかのように監査が不守備に終わって、なんかコラボに悪いとこなかったかのような印象操作って言うんでしょうか。疑惑が深まった。波紋を呼びそうだ。テレビ報道したところは現時点で皆無でありました。まあやらないでしょうな、現時点ではな。東京都つったって所詮地方の、出来事ですから。監査結果発表を受け、コラボ代表2位と夢の、当然の結果ですが、違法なことも会計不正もなかったことが明らかになりました。謎の勝利宣言、謎だな。さらにコラボ弁護団、デマや誹謗中傷はもちろん、それをいいねしたりリツイートしたりしたアカウントも訴える。声明をですね、赤旗新聞と神奈川新聞が報道しておりました。どうやらコラボと赤旗と神奈川新聞はかなり年頃なようですね。そういえば神奈川新聞に石橋学だっけかな、という記者がいて、しばき活動やってましたよね。右派のですね、例えば川崎市長やめろデモとかを妨害に来ておりました。まあ、しばき活動、しばき活動といえば共産党、共産党といえば赤旗と、ニート無能がですね、比例は共産党にとか宣伝してたから、まあ当然ですわね。違法も不正もなかった。ならば、デマと誹謗聴取を、中傷をそんなに気にする必要ないんじゃないのかなー、思うんですけどね。だってデマと中傷なんだから、不正もなかった。これね、結構ね、後々聞いてきちゃうと思いますよ、この宣言。だって突っ込みどころが多くなっちゃうもんね。これ一切なかった、皆無であったみたいな。一つでもったらね、これどうなのってなっちゃいますもんね。脊髄反射で口答え。論より大声嫌がらせが行動原理だしね。あとですね、パヨが、謝れない理由がですね、パチンコ屋さんのブログによると、謝るとですね、奴らの中でステータスが下がるんだって。階級が
下がんだって、まあ、あの失敗は許さない土壌っていうのかな、さらにはですね、どいつもこいつも俺が正しい、俺に従えっていうバカなやつばっかですから、他人の失敗はしつこくしつこく責めるというのもありまして、謝れないパイは、謝ったら死ぬ病気にかかってる、ので、なんていうんですかね、逃亡しながら勝ち宣言と私呼んでおりますけれども、血だらけになりながら逃げながら勝った勝ったと叫ぶという、そういう情景をイメージしてみてください。ロインより大声嫌がらせ、脊髄反射で口答え、逃走しながら勝ち宣言っていうのがですね、あれです、パヨの行動原理、では実際の監査結果はどういうものだったのか、こちらが今日の動画の、本題ですね、解説していきますんで、飽きずにご覧ください。と監査医、監査するよコラボ、はい、こちら評賛です、提出監査、ホテル宿泊費を水増し請求しているという請求人、ひまそらさんの主張は妥当でない、評賛が事実ならば、あははは、車両関連費を水増し請求しているという請求人の主張は妥当でない、評賛が事実なら、旅費交通費を水増し請求しているという請求人の主張は妥当でない、評賛が事実なら、その他通信運搬費、会員費、各種保険、医療費、人件費を水増し請求しているという請求人の主張は妥当ではない、評賛が事実なら、請求人の主張がですね、ことごとく却下されて評賛が事実なら、ここまでで、パヨ歓喜、ニートムの勝利宣言と、こういう流れになったのかな。でパヨどもも、あのここまでしか読まないで大喜びで、ページを閉じてしまうんでしょうか。しかしながら以下に示す不適切な部分がある、これですね、あの監査請求、住民監査請求された場合ですね、その住民の主張の部分だけ答えればよくって、こんな風にあの聞かれてもねえことを答えるのは異例だそうです。黙ってらんなかったんだな監査もな、本件経費に領収書が示されていない不適切、ダメじゃん安分すべき法定福利費、税理士報酬などを安分せずに全額計上している不適切、夜間見回り活動では声掛けした人数と参加者人数の記載にとどまるのは活動実態が把握できず不適切、何人で声掛けやりました、何人に、声をかけました、で、あのいろいろ話し込んだのが何人であるとか、どういう内容をあの相談されたとかいうのがないっちゅうですね。比較的高額のレストランやホテル代を委託事業経費とする不適切、食品とは理解しがたい物品購入費を食事代として経費計上している不適切、なんでしょうねこれね、例えばあの机とか、文具であるところを食事代ってやっちゃったのかな、バカだな、都の事業なのに都外遠隔地かっこ沖縄はてな宿泊代が経費として計上されている不適切、これあのニートムの自身がですね、あの沖縄の基地反対にあの参加して警察に抱きかかえながら排除されるところを嬉しそうな写真が、ニコニコしている、してながらあの排除されている写真を自分であのツイートして、これだな、あの沖縄で保護してたあの女の子2名ほども連れてったみたいで、危ねえなーって感じなんですけども、評賛が事実とすると経費総額は2,905万7,000円、都が払った委託料上限は2600万であり、本件は都に損害をもたらす関係になく、むしろ持ち出し負担が生じており、水増し請求をしているという請求人の主張は妥当でない、評賛が事実なら、まあこれ締めですけど、これもおかしい論調ですよね。出した金より多く支出してるから政府っておかしいだろ、領収書もなしにさ。例えばね、子供に100円あげてコーラ買ってきていいよ、ってですね、子供はですね、分かったっつって100円もらってですね、コーラ買ってきたよ、130円だったよ、30円は僕が出しといたよ、でコーラ買ったかどうかわからないっていう、こういう話じゃないですか、違います、請求人のひまそらさん、この監査結果に対し行政訴訟するそうですけど、心当たりに噛みつくんじゃなかろうか。私がチラッと見てもおかしい論理だもんな、これな。こんなのおかしいよって思ったの、私だけではないはずですよ。まあね、まあそんなようなもんですよ。じゃあ、
教科書揃えんのに1000円あげっからっつって、1200円は1200円かかったけど200円は僕出しといたって子供に言われて、そっかっつって教科書は見せないですね。本当に教科書買ったのか分かんないっていうですね。結論、本件には不当な点が認められるので地方自治法第242条5項、これあの都あ監査院の勧告は60日以内に行わなければならないとありますから、勧告とは名ばかりの命令ですね。基づき次の措置を講じるよう勧告する、命令する、2月28日までに60日以内ですから、それだと60日じゃねえんじゃねえのかな。1月4日に出たから3月4日までいいんじゃねえのかなってちらっと思いましたけれども、まあまあいいや。2月28日までに経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとせよ。まあ領収書出して証明しろ、合理的に説明できるようにしろってことと推測しております。調査の結果経費として不適切であると認めたものは返金するなど適切な処理をせよ。まああの沖縄に行った宿泊代なんかは返金して、返金するべきだよな。だって都の事業なんだからさ、都の事業なんだからさ。何度も言いますけど、夜回り活動などは実態や実績を確認できるよう事業者に報告させなさい。本当に活動してたかどうかも怪しいもんね。ただただあの何日に渋谷で何人でもありました、はい、おしまい。宿泊費や給食費について一人当たりの上限を設けよう。宿泊については人数や目的、宿泊日数などを報告させよう。どんだけ贅沢したんでしょうね。なんかあのホテルオークラとか帝国ホテルとかみたいなとこに泊まってたのかな。あとはあの懐石料理食っていったと。委託事業なんだからさ、都の事業なんだからさ、補助金事業ではなく請負いの委託事業であることを指導徹底せよ、徹底指導せよ。本来は都がやるべき事業を請け負っていたということですかね、これ。都の事業ですかね。下請けに、出して任されていたのがコラボってことですかね。みなし公務員でしょ、これ。みなし公共事業なんだわさ。会計がずさんはありえねえな。この勧告結果でなんで勝利宣言できんだろう。やはりあの、パヨが使う日本語と我々が使ってるのは別みたいですな。まあ、パヨが絶望的に頭が悪いっていうのもありますけれども、2月28日までに経費を合理的に説明できるよう、領収書。これが一番きついんじゃないかな。できっかな。できるかな。ひまそらさんね、あの、2月28日までの結果に行政訴訟を起こすって言ってました。結果がどうあれ、合理的説明できました。領収書はこちら。領収書の偽造を暴くために訴える。領収書揃いました。揃いませんでした。説明できません。都の監督放棄を訴えると。だろうな。どっちに転んでも炎上不可避ですね。今頃、都の担当職員はですね、2ヶ月入院するぐらいの怪我したいなって思ってね。で、担当外れたいなって思ってんじゃねえのかな。いや、笑い事じゃないですけどね。こんなグダグダ会計を見逃してたんだから、まあ、自業自得ですよ。確か担当はですね、生活、文化、スポーツ局だったような気がします。パヨとも共謀で、民主主義者の作った法よりですね、自分らが正しい、偉いって思ってるバカどもですんで、ひまそらさんの身の安全が心配であります。現にひまさんだけじゃなくて、ひろゆきさん、おじまとぎ、滝沢ガレソさん、この人はツイッターのインフルエンサーですね、などに約20名に殺害予告があったって、都庁爆破予告もあり、すでに警察が動いているようであります。1月20日11時31分に都庁爆破するって、爆弾の種類も書いてあったって、なんかしんですけどね。ネットなのです。パヨの本領発揮。ひろゆきフランスだし無理じゃね。犯罪予告ならささっと捕まえる。さて何人ぐらい逮捕されるんだろう。こういう派手なバカに目を向けさせる高等テクニック。パヨは凶暴だから怖い怖い。余計な調査するなってことが怖いね。騒動が大きくなって困るのはパヨなのに、脅迫や暴力にすぐ頼ってしまう癖は治りませんな。私のところには殺害予告来てません。まだシャボン見えてないだけ、予告されてんだけど私が気がつかないだけなのか、私の精進が足りないのか、連中がですね、あの靴沢邪魔って思いを
もっと頑張んなくちゃな。予告すときはやんないんだよな。でもな、やるときは山上見たくですね、無言でやっちゃうんだよな。コラボ監査結果発表を受け、全国の自治体冷や汗では、これ今後の影響なんですけれども、言われなくてもね、党が勧告した内容をですね、自分とこ大丈夫か調べるんでは、領収書揃ってる、そういえばうちの委託事業は、来年からうんと会計基準が厳しくなるのでは、ひょっとしたら事業自体がなくなる、このコラボが請け負ってた若年女性保護事業っていうのもなくなっかもしれないですね。予算2600万、なくなっかもしれないですね。出方によってはな、でたらめな税金の使い方がされておりました、これこの通りって裁判で決まっちゃったりなんかしたらもうできないんじゃない。領収書内経費は認めない、全国で。普通の企業なら当たり前のことですよね。ましてや自治体の委託事業なら民間事業より厳しくて叱るべきだろ。みなし公務員のみなし公共事業なんだからさ、コラボその他の委託事業が異常だったんですよね。金だけ出してちゃんとやってますって楽したい都と、都としては若年女性保護のためにこんなことをしております、2600万で、で楽したい、金だけ出してちゃんとやりましたっつって言っただけで金もらいたいコラボと、総理強制っつうんですか、ひまさんがぶち切れなかったらあと何十年かはバレずに続いたかもしれないですね、この税金チューチューね。暴いてくれて感謝感謝ということであります。まあね、千葉にもあっぺーコラボみたいな団体、神奈川にも埼玉にもあっぺコラボみたいなんだって。ちょっと住民監査請求、どなたかかましていただけないでしょうか。全国的な動きになったら、ひまさんみたいに、まあ、ヒーローになれますよ、あなたも。君もやらないか。デトックスジャパン。というのは懐かしいですね。10年前から私言ってるあれですけれどもね。というわけで、メール党員さん大募集。立候補してくださる支部長さんも、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。